こんにちは、速稼塾の久保です。今日は納税をさせてもらおうかなと思います。いや、車の税金むちゃくちゃ高いんですよ、合計するとね。まずは1台目、これはね、セルシオですね。いや、ベルファイア66,700円を支払っていきます。もうね、ベルファイア結構使ってますからね、で、これからタイヤの交換もしないといけない。これが20万かかるということで、これの20万は6月に譲りたいと思うんですけども、とりあえず令和4年5月に66,700円払って、で、自動車保険、こちらの方も更新が来てます。12万円ぐらいですね。で、タイヤの交換ということで、全部で40万ぐらいこの時期かかるんですよね。これ1台ですよ。あとセルシオとトランザムがありますからね。とりあえず税金1件目払います。はい、じゃあペイペイにね、とりあえず10万円チャージします。10万円のチャージをします。はい、チャージ完了という画面が出ました。10万円チャージ完了、見えますかね。はい、じゃあこっから支払いに入りますね。支払い、おお、スキャン支払いでしょ。請求書払いっていうのがありますが、んで請求書払いをね、ここをクリックして、で、カメラを開いて、請求書払い、ここですよ、ここ、詳細を閉じる。はい、請求書払い、これは県ですね。請求書払い、自動車税、請求書を読み取る。はい、読み取らないな、なかなか。読み取れよ、早く。払うんだから。このバーコードは利用できません。なんでやねん、なんでやねん。このバーコードは利用できません。なぜか利用できません。どういうことなんでしょうか。どういうことなんですか。はい、間違えてました。スキャン読み取り払い、普通の支払い方でいいんですね。はい、じゃあ66,700円をね、支払います。はい、払いました。じゃあこれを一応ね、メールで送信しようかと思いますね。というのが、あの、税理士の方に出さないといけないんでね。で、これを会社の経費として、まずこちら支払い済みでございます。はい、支払い完了。じゃあ次なんですけども、同じくこちらはセルショーですね。セルショーは87,900円の支払いでございます。こちらの方支払いで、スキャン払い、あ、その前にまたチャージしないと。チャージで10万円のチャージね、また10万円チャージですよ。支払うで、スキャン払い、バーコード利用できません。なんでや。はい、利用できました。はい、87,900円、はい、ペイペイで払いましたよ。ペイペイね、これも一応メールで送信します。ね、こうやってね、苦しい中税金払ってますよ。はい、ではあとは残高、はあ、さあもう一本払いますよ。チャージで10万、はい、さらに10万のチャージです。今日1日であっという間に30万円チャージしてますからね。で、支払い、
10万飛んで1200円です。今すぐ支払う。ペイペイ。払いました。3件。はい、これもメールで送ります。送りました。まだあります。まだ軽自動車ね、どこまで払うんですかね、本当に。次は原付なんで2000円です。はい、2000円ですよ。ペイペイ。はい、払いました。え、これもメールで送ると。払いまくりです。払たいらです。はい、全部送りましたよ。払いましたよ。全部払った。うん、払った。いやー、ほんとにね、支払い、払いましたよ。なんぼなんでも4件払いましたよ。お疲れ様でした。じゃあ税金全部払って綺麗な体。お疲れ様です。